ズラームの話は全然出てこないな。昨晩発生しました7番プレート崩落事件。もう少し頑張って。無理だ。うちの店に寄ってくだされば温かい食事を出しますよ。皆さんのおかげで3は揃いました。本当にありがとうございます。これで営業を再開できます。地下のモンスターを倒してくれたか。ありがとう。これで俺たちも動きやすくなる。助かったよ。いろいろ大変だろうけどよ、負けんなよ。ああ、スラムの住民はこんなことでへこたれないさ。そうだ、これ少ないけど受け取ってくれ。
外と人が少ないな。先に逃げてきた連中はもう避難場所が埋まってないという。食事を取れないか。手はありますか？四万ない。まだまだ歩きます。いらっしゃいませ。どちらまで？行ってみよう。なんだよ、コルネオと何かあったのか。言いたくない。あん？クラウド覚えてない。ここだけの話、コルネオさんが消えたらしい。コソ泥もぶっ飛ぶこの威力、家内安全間違いなし。限定だからお早めに。あ、チャンピオン、いいところに来た。実はキリエっていう謎の美少女が出場するはずなんだが、まだ来なくてよ、困ってたんだ。どうだ、代わりに出てくんねえか。わかった。おお、行ってみるもんだな。
チャンピオンなら客も大歓迎さ。なんでお前が。キリエはどうした、あの嘘つきの泥棒娘。こいつがシンラの追ったか。キリエは来ない、俺たちが相手だ。まあいい、予定変更だ。この前の恨み晴らさせてもらうぜ。図らずもリベンジマッチとなったスラムエンジェルハイ。天使の杯を手にするのはどちらだ。レディーファイト。安心しろ、もうシンラは追ってこない。本当？ああよかった。嫉妬は懲りだろう。うん、相手はちゃんと選ばないとね。そうじゃねえだろう。よし、これにて一件落着。というわけでそろそろ家に帰らないと。待ちな。あ、おばあちゃん、なんで。たく心配させるんじゃないよ。孫が世話になったね。孫ってあれ、言ってなかったかい。この子は私の孫だよ。目元なんかそっくりだろ。ほらキリエ、鍵を何でも屋に渡しな。はーい。ねえ、その鍵って一体何だったの。うるさいね。自分の尻も拭えないあんたには早い代物さ。おばあちゃん、その例えやだよ。誰かで構わず盗むのはもうやめにしな。たとえ泥棒でもしっかり覚悟とプライドを持って仕事をするんだ。スラムエンジェルを名乗りたければね。スラムエンジェル？あんたはアバランチだろ。その様子じゃまだまだやり残したことがあるんだろう。私も同じだよ。アバランチを名乗ったりスラムエンジェルを名乗ったり覚悟を決めて精一杯生きようじゃないか。私たちは何にでもなれるだろ。
でも多くの方が助かる。コルネオは地下下水道に隠し部屋をいくつも持ってるって噂があるね。そういえば、エアリスの姿が見えないね。あの子は心配ないよ。
け。一度帰る。そうだな。もしかしたら初めての列車だったのに。俺の財布。兄貴、兄貴はやっぱ兄貴だ。その呼び方はやめろ。とにかくこれで旅立てる。行くの？ディファ、止めないでくれ。実は俺、命を狙われててここにはいられないんだ。うん。でもティファがどうしても行かないでって言うなら俺。ジョニー元気でね。え、あ、はい。ジョニーならどこでもうまくやっていけるよ。おお、力が湧いてきた。ティファはやっぱ俺の女神だ。それじゃあ兄貴、ティファ元気で。好き？実は入荷しすぎたディスクが余ってるんだ。よかったらもらってくれないか。俺はどうなってもいい。妻と娘だけ。最近は出社すらままならないな。
消え失せろ。
ティ。よかった、無事で。マリンは？マリンは大丈夫？おう、元気だぜ。よかった。ねえ、お仕事頼んでいい？ジュークボックスのディスクを探してほしいんだ。音楽が鳴れば、みんな元気になるかなって。メリアンだね、レティ。よし、ディスクを見つけたら持ってきてやる。そしてレティ、みんなに聞かせてやれ。本当？ありがとう。かっこいい曲。元気が出て強くなる気がする。おお、これ聞いてたら体が熱くなって逃走温度に火がついたってか。いても立ってもいられなくなって。いいねあんた、分かってんじゃねえか。熱く生きようぜ。持ってきてね。もうおしまいで。どいてください。この人だかり、7番街から逃げてきた人たちかしら。はあ、音楽を聴きながらダラダラするのは最高だな。ん？お前もやるか？何？私も近くで聴いていい？この曲、昔好きだったの。もちろん。あれ、新羅兵どこ行った？新羅兵がドンの館に入っていったけど、何が起こってるの？あれ、新羅兵どこ行った？
当てが外れたね。まず早い。常連さんは夜明けと共に並ばれるんです。なんだい、この曲が気になるのかい？欲しいなら持っていきなよ。さすがに今日は来ないかなと思ったら、さすが常連さんたち。開店待ちのお客様は一列にお並びください。ディスクがあったら持ってきてね。この曲知ってる、マリンと踊ってた。ナットラン、全くナットラン。この曲こそ我が青春の調べ。わしが手本を見せてやろう。見よ、この腰。よし、お嬢ちゃんに伝授してやろう。みんなで音楽を聴くの楽しいね。ディスク、ありがとう。うん、私たちも元気になった。じゃんじゃ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 んじゃ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 じゃん。鳴り響く日が来るから、俺たちの戦いは続く。なんてな。
タタの方が騒がしかったけど。おいおクラウド、プレートの上に行く方法を知らないか。今はどこも限界態勢さ。ネズミ一匹通れやしないよ。ウォールマーケットでもコルネオの手下どもがアバランチ狩りとか言って騒ぎ出してね。ん？右腕が銃の男。ん？なんだよ。アバランチの一人がそういう男らしくってね。コルネオの手下どもが探し回ってるのさ。アバランチには今シンラの懸賞金がかかってるからね。小遣い稼ぎでもするつもりなんだろ。やることは他にいくらでもあるだろうが。右腕が銃の男を五番街で見たっていう情報があってね。花がいっぱい咲いている家に出入りしていたらしい。へえ。なっ。ダメ。それはダメ。戻るぞ。厄介ごとに首を突っ込むのが趣味なのか。誰を信じるのが正解？昨晩発生した7番プレート崩落事件に関する速報を行いました。セイナカンパニーの緊急対策本部の会見にて崩落の結果は前にコルネオの手下がやってきてエアリスの家の方へ。本当にこんなとこに現れんのか。 おいあいつの右腕。俺を探してんだってな。望み通り来てやったぜ。まあの時のやっぱりてめえもアバランチだったんだな。どうだろう。カノ、舐めてんじゃねえぞ。おい、あいつを出せ。おコルネオさんの秘蔵っ子よ。お前ら全員ギッタギタに切り刻んでシンラに突き出してやる。これで来いや。耐えられるか。休むなんて許さねえぞ。マジか。無茶するんだから。可愛がってやるぜ。
やっちまえ。しっかり立て直そう。ここからだ。キドラオラ、かわいがってやるぜ。オラオラ行くぜ。当てる。あっ、これでいける。これからだ。よろしくね。おう、任しとけ。うわっ、どら、くらえ。気合い入れてけ。私に任せて。うわマジかよ。かわいがってやる。待たせてごめん。いや、ほらほら、星の果てまで飛び上がれ。どら、まだいけるな。そっちは任せる。負けないから。はっ、やっ、おらおら、まだまだ。ティファ、フィッシュ、今だ、やっちまえ。遅くなった。連携しよう。切り抜けてみせる。かわいがってやるぜ。オラオラ行くぜ。チャッ、オラオラ。これでいける。これからだぜ。見てろよ。あんたたちのことは誰にも言わねえから、見逃してくれ。五番街で見たのは人違いだった。この話を広めろ。死ぬ気でやるんだが、もしまた怪しい奴がいたらすりつぶすよ。わかりました。
るな。私見たんだよ。死んだ兵がコルネオさんの館に入っていったんだよ。いい加減その辺にしておいたら。もう何時間もそうやって。いや、まだだ。オニオンさん、クラウドか。どうした。プレートの上に行く方法を知らないか。ふん、今の状況では無理だろうな。ほう、見事な出来栄えだ。そこのレディ、ただ者ではないな。え？しなやかで金星の取れた美しい筋肉だ。思想が見える。いい師匠についたな。しかし今はひどくこわばっている。迷っているな。ティファ。ねえ君、ティファ君、せっかくだし兄と勝負してみないか。思いっきり汗を流せば胸のモヤモヤもすっきりするよね。私は構わないが。来たな。では懸垂で勝負だ。共に限界を超えようか。いい感じだね。素晴らしいね。美しいフォームだ。このまま続けていこう。その調子だよ。いい感じだね。もっとリズムを感じて。美しいフォームだ。素晴らしいね。このまま続けていこう。その調子だよ。このまま続けていこう。素晴らしいね。美しいフォームだ。いい感じだね。やはり美しいな、君は。君の勝ちだ、ティファ。私、夢中で。こわばりは解けたようだ。君との勝負で、私も覚悟が決まった。今夜は最高のコンディションでステージに上がれそうだ。ありがとう。私の方こそ、すっきりです。これは今夜の記念。次はミツバチのステージで共に汗を流したいものだ。ただ改心したいっちゅうんなら、おどけながら子供たちの前で鬼のふりして花火大会を盛り上げてくれたら見逃してやっても。よいみや、もうとっくに行っちゃったよ。